はようございます、白菜です。本日のお話は、自分を怒りから解放する手軽にできるアンガーマネジメント4つというお話です。怒りの感情をコントロールして心を健やかに、していこうというようなお話ですね。アンガーマネジメントって、文字通り自分の中のその怒りのね、感情っていうものをこううまく処理して、その怒りにこうなんか支配されないように。ほら、なんか怒りって引きずってしまうことあるじゃないですか。で、引きずっちゃうと、なんかね、もうすでにそのきっかけとなった出来事はもう過去のことになっているのに、いつまでもそれに引きずられて、まあ仕事をね、職場行ってもなんか不機嫌な顔しちゃってたりとか。で、周りの人から見たら関係ないんでね、なんだみたいな感じになるじゃないですか。で、自分もそれで集中力取られちゃうしね。っていうので、まあいいことないので、それをもう、早めに手放してしまおうっていうね。そういう、まあ方法ですね。はい。まあね、こう日々、ほら、仕事でも家庭でも、イライラすることあると思うんですよ。夫がとか、妻がとか、子供がとかね、親が、上司が、部下が、みたいな。で、ほとんど人間関係が原因じゃないかと思うんですよね。まあ、中には自分に対する怒りっていうのもあると思うんですけども、やっぱり人間関係が多いかなと。で、そんな時に、思いっきりですね、相手にその怒りを、お前なんでそうなんだ、みたいなね、ぶつけても、まず問題は解決しませんよね。言いたいことをまあ言い合ってスッキリするっていう人もいるかもしれないですけれども、相手がただやっぱり感情をね、こうこっちにぶつけてきたら、どうしても反発したくなりますし、それはもう相手だってね、同じなわけで。じゃあ我慢すればいいのかっていうと、我慢したら我慢したで、わだかまりが残りますよね。まあ、会社の上司が相手とかだと、すみませんっていうことしかね、できないようなシーンっていうのは多々あるとは思うんですけどもね。で、仮に、それをまあどっかで発散をしたとしてですね、できても一瞬スッキリした感じにはなっても、また思い出してしまって、怒りがこう戻ってきてしまうと。カラオケで大声出すのはストレス解消になるでしょうけど、毎日行くわけにもいかないですし、で、前にお話をしたと思うんですけども、サンドバッグみたいなものをね、こう殴りまくるみたいな。なんかあれ一見こう、ストレス発散、できているような感じがするじゃないですか。でもあれ逆に怒りを強めてしまうというですね、ことが分かっておりまして、良くないんですね。でも自然に収まるの待つっていうのもしんどいじゃないですか。いつ収まるんだみたいな。これは僕の経験ですけど、あるね、会社の上司に対してね、数日間イライラしてしまっていたことがあるわけですよ。で、一時忘れても、またなんかちょっとした時にこう思い出して怒りが湧いてくる。なんか、仕事にね、こう行く出勤の途中とか、帰ってくる時、歩いてる時とかに、ふと湧き出てきてまたイラ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 ってね、気づいたらその怒りに脳みそ支配されてるみたいな感じですよ。で、それはしんどいですし、やっぱ時間がもったいないですよね。なんとかしたいじゃないですか。で、そんな状態に対処するのが、アンガーマネジメントっていうですね、心理療法の一つですね。と言っても、それについての本格的な本を読むっていうのもですね、専門書って分かりづらかったりしますし、心理療法ってなんかちょっと、ね、重そうじゃないですか。なんとなく。なんでそれを手っ取り早くやれる方法を知りたいですよね。ということで、僕も使ってる、比較的手軽にできるですね、アンガーマネジメントをご紹介します。で、その前にですね、一応最初に分かっておいていただきたいのが、怒りをですね、感じたら、それを否定したりとか、抑え込まないということが非常に重要です。僕もですね、以前怒りをこう感じても怒りを抑えて、ポジティブにみたいなことをですね、やってたことあるんですけど、どうもあれダメだったみたいですね。はい。抑えたところでね、残っちゃうんですよ。やっぱり。自分の中にね。で、それはストレスとして、心とか体にこう残って、蓄積されると何かしらの形で、まあ良くない形で現れてしまうと。
だから否定せずに、抑え込まずに、自分は今怒りを感じているっていうことをちゃんと認識をする。それが怒りにうまく対処するための前提条件です。別の言い方をすればですね、怒っちゃダメっていうふうに抑えなくていいから、まあ楽ですよね。だからといって爆発させちゃまずいですけど、はい。ということで、では対処法をご紹介します。まあ前にお話ししたですね、リフレーミングとかも、対処法の一つに入るんですけれども、今回紹介するのはそれ以外の4つですね。まず一つ目は、マインドフルネス。これは何度か言葉として出てきたことがあると思いますけれども、自分の感情を観察するというやつですね。どんな感情が出てきたとしても、それを、その感情がいいとか悪いとか、決めずにただ観察をする。仕分けないってことですよ。これはいい感情。これは悪い感情。お前こっちこっちみたいな。そういうことしない。ただただ、今自分は怒りを感じてるなっていうふうに、外から見ているように観察をする。事実だけを書くみたいなね。認識するっていう感じですね。それだけでも結構落ち着くんですけど、もう一歩踏み込むのであれば、自分の体がですね、どんな反応をしているのかっていうのも観察してみると、まあ、ちょっと面白いというのもありますね。あ、今肩に力入ってるなとか、足の指がなんか丸まってるとか、手を拳いつの間にか、みたいな。まあ、初めて、やるとですね、なかなかうまくいかないということもあるかもしれないんですけども、やってれば慣れてきますので。なんでまあ、といっても頭の中で最初ね、覚えてるの難しいなと思ったら、最初の話はなんかその状態をですね、紙に書き出してしまうというのも、ありだと思いますので、そうやって自分の状態を、事実だけを、まあ、認識するということで、それをやるとね、落ち着きますので、これがまず一つ目ですね。で、二つ目。二つ目は、単純作業に集中する。なんか認知心理用語とかだと、テトリスをやるといいみたいな話らしいんですけど、まあ、要はですね、何かその、単純な作業に集中するっていうことが、怒りから自分を解放することにつながるということです。なんでそうなるかっていうと、単純作業に意識を集中することで、怒りからですね、意識が外れるんですよ。で、一度怒りから、意識が外れると、さっき自分が怒ってたのって、みたいな、こう冷静に考えることができると。怒りを抑えてしまうとどっかで噴出してしまうので、なんで意識を外す。その怒りからね。怒りっていう部屋から、外に出て、それをこう、部屋の外からね、形状を眺めるみたいな。そういう風にすると、こう冷静になれるわけですね。で、ただこう注意点はですね、難しく考えなきゃいけないものは、ダメですね。怒りが出てる時に難しいものに集中しようと、まあ、別のことを考えようっていうふうに思ったことあると思うんですけど、別のことに集中しようと思って、それがなんか難しい本をじゃあ読むとか、あったりすると、漫画読むとかあったら大丈夫かな。難しいものに集中しようとかすると、集中できないですよね。なかなか。こう、本に向き合ってんのに、あの野郎とか、あの時、ああでこうで、みたいな。怒りがね。出てきてしまって、全然その目の前でこう、なんか目が動いてるのに、全然その書いてある文字が頭に入ってこないっていうね、ことになるので、だからその、なんか、難しく考えなきゃいけないとか、ちょっと頭使わなきゃいけないようなものは、避けてください。なので、洗い物するとか、風呂掃除するとか、あと洗濯物畳むとか、そういうのがいいかなと思います。はい。で、三つ目は、リアプレイザル。日本語だと再評価というふうに言われるものですね。結構前の上を向いてですね、同じようなやり方を紹介したことがあったと思うんですけれども、その時はですね、リアプレイザルっていう言葉僕は知らなかったので、単純にですね、なんかこうするといいみたいな紹介だったと思うんですけれども、なんでそれをまあ改めてというところで、リフレーミングともちょっと似てますけれども、これは緊張した時とかにも使えます。緊張してるって思ったら、興奮してる、ワクワクしてるっていう風に置き換えるっていうね、そういう感じです。で、怒りを感じたときは、その、怒りのきっかけを作ったその相手の
事情とかを勝手に想像する。勝手にですよ。事実はどうでもいいので勝手に想像するんです。例えば、電車に乗ってて肩ギャンってこういきなりねぶつけられて、なんか何にも言わないでね、あすみませんの一言でもあるとか、もしくはこのあってこうなんかちょっと頭下げるとかあったら、まあまあしょうがないねってほらなりやすいですけど、何も言わないで言っちゃったらなんだってちょっとなるじゃないですか。でぶつけられた方はどう思います？それだってだあいつとか、ぶつかってきたんだから謝れよとか、気分悪いなとか、まあそういう気持ちが出てくるんじゃないかなと思います。で気持ちはわかりますが、怒ったところでも相手いませんし、どこにぶつけるわけにもいかずね、怒りを抱えたまま、それが朝だったら会社へとか、でそれが帰りだったら、それをまあ一人暮らしだったら別にね、自分でモヤモヤってしてただけだからまだいいかもしれないですけど、ご家族がいたらね、子供とか奥さんがいたら、なんか不機嫌そうな顔して帰ってきたりなんか嫌でしょ。そこで、リアプレイサブを使ってみましょう。まあ、どういう感じかというと、まあ、彼は朝からね奥さんに小言でも言われてイライラしてたのかもしれないな。毎日一生懸命仕事してんのに文句ばっかり言われて、まあそれはイライラするよな。だからってぶつかってきておいて何も言わないっていうのは確かに問題だと思うけど、でも人間そんな時もあるしな、みたいな、感じで、なんかこうそれが真実かどうかどうでもいいんですよ。その本当に奥さんにこういうこと言われたかどうかなんて事実確認なんてする必要ないわけで、自分がその一かぎりのきっかけになった出来事をどう見るかっていうね、怒りをしっかりと感じた上で、あ、自分はもう怒っている、今ね怒りを感じているというのを感じた上でそれを再評価するっていうことが大事なわけですからね。だから分かんないですよ、もしかしたら真実は本当にただ単になんかあいつもう肩ぶつけてやれって言ってぶつけてきた変な人かもしれないんですよ。でもまあそこはいいじゃないですか。ね。自分の怒りをどう処理するかが大事ですからね。はい。で、四つ目。四つ目は、ここ一番簡単かもしれないですけどね。もうズバリ紙に書く。それだけです。単純にですね、自分の感情を全部紙にこう書き出してしまうということですね。どんな言葉使ってもいいし、なんかその文章としてうまく書く必要もないし、カッコつけて書く必要もないし、ただ書いて書いて書きまくると。全部出し切るまで、ね、自分の中のそのなんか、怒りの感情が全部その紙にこう映っていくみたいな。そういう感じで全部書き切る。そうするとね、書いたものを、ふと見ると自分の感情を客観的に見られるわけですよ。それ見ると、うわ、めっちゃ怒ってるじゃんってちょっと思って面白くなってきたりとか、そうなったらもう冷静じゃないですか。で、これいいのは誰かをこうね、不快にさせることもなく、ほらなんか、今日こういうことがあってさ、って、こう怒りの感情をね、ぶつけられたら相手もそうなんだと思いながらも、いやいやいや、ちょっともう、それが朝とかだったら特にね、いやもう朝からそんな話聞きたくないしって思われてしまう可能性もあるわけで。そういう、まあことなく、誰をにね、こう不快な思いをさせることもなく、自分の怒りを吐き出すことができるというのがね、いいですね、この方法。で、書いた紙は、まあ見てですね、ああ、なるほど、なるほどって思って、まあそこから何かこう得られるものもあるかもしれないですけど、まあもういいやと思ったら、こうビリビリビリってもう破ってですね、ゴミ箱にポイって捨ててしまって、大丈夫です。むしろこう、それを仕上げとしてですね、こう怒りを、まあ怒りだけじゃなくてネガティブな感情とかね、をこう紙に書いてゴミ箱に捨てるみたいなストレス解消方法とかもありますのでね、はい。で、以上4つですね。まあ、全部、使う必要はなくて、どれか1つでもいいと思います。一応1からもう一回言っておくと、まずマインドフルですね。2つ目は単純作業に集中する。で、3つ目がリアプレイサル。で、4つ目が、紙に書くということですね。まあ、紙に書くのはね、家までこう怒りを持って帰って、できちゃった時とか、そういう時とかになってしまうのと、あと紙にこう書くっていう作業ができないと。なので、使いづらい場面もあると思うんですけど、まあそういう意味で言うと、どこでも使えるのはマインドフルネスとリアプレイザルですかね。頭の中で完結できるとか慣れてしまえばね。僕もね、怒りを感じていることはありますし、イライラすることもありますよ。もちろんね、
で、その感情に引っ張られそうになることもあります。あ、なんか心がすさんでるなって気づいてしまうこともあるし、まあ気づいた方がいいんですけど。で、そんな時に、あ、俺今怒りを感じてるな。どれぐらい怒ってるんだろうみたいな感じで、ちょっとこう、なんだろう、メーターみたいな。これもなんかね、ちょっと名称忘れましたけど、自分の、今のストレス度合いを、なんかこう、古い温度計あるじゃないですか。1から10ぐらいまでメモリがついてるような。それを、それと同じようなものをイメージして、今どれの、自分のストレスがどこぐらいなのか、今ストレス4なのか5なのかみたいな、いうので、まあ想像して、認識すると、ちょっとこう、ストレスが緩和されるっていうのがあるんですけど、まあそれと同じような感じで、今こう、怒りの度合いどれぐらいなんだろうみたいな、いうふうに見ていくと、まあそれで結構、こう、客観的に見られたりとかね、あとはマインドフルネスを使って、あ、肩に力が入ってるなとか、で、何に対して怒り感じてるんだろうなみたいな、ふうにしていくと、落ち着いてきます。なので、ぜひですね、こう怒りに振り回されないように、自分のために、ね、試してみていただければと思います。で、参考書籍としてはですね、まあ、怒りそのものじゃなくて、ストレスそのもの、ストレス全体に対しての対処法として、のことが書かれているですね、鈴木優さんの超ストレス解消法という本があるので、これもう実践的な、どういうふうにすればいいって、どういう時どういうふうにするといいよっていうのがですね、厳選したストレス解消法が載っている本なので、これはぜひですね、興味ある方は読んでみていただければと思います。はい、いろんな方法載ってるのでね、自分に合ったものっていうのも、必ずあると思いますので、はい。ということで、今回のお話は、自分を怒りから解放する手軽にできるアンガーマネジメント4つというお話でした。では、今日も素敵な一日を。